シーメンス IGBT 乗りに行くぞ。そこへ。おはようございます。本日は2022年12月29日、時刻は朝4時48分です。今日は府中駅から行きます。あと今日は新機材のテストも兼ねてます。今撮ってるカメラは、ソニーの FDR-AX60 です。詳しいことは省きますが、ナイトショット機能やファインダー、光学レンズを備えたハンディカムで、値段は保護シート付きで Amazon でおよそ11万9千円でした。始発だから4時59分発の特急新宿行きね。ところで、なんで画像がないの？撮れませんでした。さ、一気に飛んで新宿です。快速東京行きで東京までワープします。眠気覚まし209の GTO が聞きたいけど。お察しで草、61本中2本しかいないし最近稼働してないから来なくて当然じゃないかしら。よし乗車。この電車は東京2番線到着なので左側を占拠しておきます。なんで映像飛んでるんや。カメラワークがひどすぎて使い物になりませんでした。使うのが初なので多めに見ていただければと。今は東海道新幹線の改札へ向かってます。バタバタしてたのでカットさせてもらいました。乗車電話？乗車電話臨時のぞみ121号博多行きです。1号が EX で取れなかったので自動的にこっちになりました。この日は1号と3号が J 編成の運用でした。コンセントなくて編集できなかった。 A 取れなかったので自動的に広島と。え？お客様にご案内いたします。ただいま米原駅にて非常停止ボタンが取り扱われたため非常ブレーキを使用しています。停車の際大きく揺れますのでお立ちのお客様はお近くの手すりにおつかまりください。ということがありまして、一応なんともなかったのですが3分ほど遅れて運転再開しました。そして間もなく広島到着です。結局3分遅れでした。着いたここまで3時間59分ね。3月のダイヤ改正で全列車が東京広島間で4時間を切るらしいわね。これ着くためだけに行ってもいいわ。嘘つけ。ところで今日行くところはどこなの？次の乗車電が普通白駅行きなので察した方もいるかと思いますが、今日は瀬野駅に行きます。何をするのかはお楽しみです。ここからは側面展望をお届けします。
間もなく天神川です。天神川は結構面白い構造になっていて、下り広島、大野浦、岩国方面と上り瀬の、西条、白石方面のホームが離れていて、しかも改札が行き先別という構造になっています。天神川のホームの間に広島機関区があるから？その通り、天神川は2004年開業なのでこうなりました。次は向井灘です。一瞬私は紅葉と読むのかと思いました。なかなかの難読駅名ね。今走っている天神川解体期間では2023年4月16日に高架化のための仮線切り替え工事が行われるため、この映像はかなり貴重になります。ただ撮影時は知らなかったので海側で撮ってたんでしょ。大津防止間もなく解体地です。クレセントの分岐駅で快速秋地ライナーなどはこの駅からクレセンに入っていきます。解体地を発車すると、瀬野川と並行し始めます。この辺は線路沿いに住宅が多いですね。広島まで結構近いからかしら。そうでしょうね。あくまで素人の考えなので。秋中野を発車しました。ここからかなり山に入っていきます。次は瀬野です。この辺りから勾配と制限がきつくなってきます。EF67100 番台や EF210300 が補給として貨物や客車列車に連結されていたことでも有名ね。2002年まで走行中開放を平常的にやっていたことを知る人は果たしてどれぐらいいるのだろうか。走行中開放？え、貨物とかの補給が走行中に開放してたってこと？そうです。見てもらった方が早いと思うので概要欄に実際にやってる動画の URL 貼っておきます。マジでさらっとやってました。間もなく瀬野です。動画開始9分でたどり着くという。黙れ。あ、あと、この側面展望は後日ノーカットで出すのでよければ見てください。露骨なステマオツ。今日のメインはこいつ、広島短距離交通瀬野線、通称スカイレールです。今日はこいつに乗ります。ついにスカイレールに初乗車。見た目とは違う内部に驚愕。また、スカイレールについて詳しくなれるような解説もします。次回、電空鉄道が廃止される？そのわけとは？広島遠征パート2、お楽しみに。